日常演舞の食の旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ちなサブウェイのメキシカンタコスミートを食べたいと思います。相変わらず久しぶりのサーフィンですが、相変わらずお野菜たっぷりで美味しそうですね。しかもピリッと刺激があるそうなので、これはまた違いがありそうです。それではチャンネル登録よろしくお願いします。タコスミートの刺激が結構ビリビリとくるのですが、野菜に程よい水分が入っているのでいい感じに薄めてくれてよかったですね。ただ結構今ピリピリ残っているので、辛いのが苦手な場合は注意してください。お野菜とお肉をたっぷり取りたいというあなたにおすすめですね。今回食べたメキシカンタコスミートは4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終了。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。